論議というものが再開されたということは大変喜ばしいことだというふうに私は思っております。 まずはそこですね。はい、この中でですね、漁協側の方から、はい、まあ、ダムに賛成反対両方 その専門家を出した、うん、シンポジウムを開催したらどうかというような提案がありましたが、そのことについて知事はどのように お考えですか。はい、まあ、その前に2回目の真摯な意見交換ができた。また漁協をはじめ出席者の方々から建設的なご提案をいただいた、さらに公開で行ったことで県民の皆様にも広く知っていただけたということは有意義であったというふうに考えております。まあ、今の お話でありますけれども、私は最上大仁川流域の治水対策と内水面漁業振興の両立が図られることが大事だということをずっと申し上げてまいりましたし、今でもその考えに変わりはございません。まあ、実際に漁協をはじめ最上町、船形町の関係者の方々と十分に話し合っていくことが重要だというふうに考えているところでございます。で、まあ、協議に出席した皆様のご意見を伺ったところ、これまで治水対策については、河川整備計画策定時やダム事業検証時などにおいて有識者の意見を何回もいただいてきたとの声も出されました。現在のメンバーで協議を継続することとなったというふうに聞いているところです。このことは関係者の意見も踏まえ総合的に判断されたということでありますので、私としましても尊重すべきことだというふうに考えております。もう治水対策、そして内水面の漁業振興、この両立を図るということがとても大事でありますので、地域のことを一番知っている者同士がしっかりと話し合いをして、信頼関係を築いて、これからもしっかりと協議を進めていただければというふうに思っているところであります。有識者のお話なんですけど、協議自体にその有識者を参加させるということについては、うん、その協議の中でそれはやめた方がいいんじゃないかという話になったんですが、はい、シンポジウムに関してはですね、そこまで言及はされていなかったかと思うんですが、はい、とすると知事としては、はい、やはりその協議に有識者を入れないということと同様に、うん、シンポジウムも今の段階では必要ないんではないかというふうに考えられているということですか。シンポジウムですね。はい、まあ、繰り返しになるんですけれども、やはり治水対策と内水面漁業振興、この両立を図る上ではやはり地域のことを一番知っている者同士がしっかりと話し合いをして信頼関係を築いていく、建設的にやはり前向きに進んでいくということが大事だというふうに私は考えております。まあ、これまでですね、地域の代表や、学識経験者への意見聴取、またパブコメや住民説明会などで十分にご意見をお聞きして、まいりましたので、まあ、改めて学識経験者による公開シンポジウムを開催するということはしない考えであります。漁協から寄せられましたわからない点、不明点などについて、そういうことについては引き続き、しっかりと丁寧に説明していくことが大事だというふうに思っております。最後にもう一点お伺いしたいんですけれども、はい、協議の中ではやはり治水対策について県側はダムが有効だとしている一方で、漁協側からはやはり従来通りダムによらない治水をお願いしたいというような話でましたけれども、はい、まあ、平行線で終わったというような形になるかと思うんですが、うん、まあ、当初予算の中にダム本体工事に関連する費用も含まれてますし、これをどのように知事として働きかけていくおつもりですか。そうですね、協議というものが本当に、率直な意見交換という
形になってまいりましたので、そこをしっかり進めていくことが大事だと思っております。まあ、今予算のお話出ましたけれども、これはですね、住民の皆さん、流域住民の皆さんの安全安心、これがやっぱり一番大事だというふうに思っておりますので、漁協から同意を得られれば着工できるようにということで準備をしているものでございます。それぞれの県内各地の地域の代表を、選挙で、選出されている県会議員の先生方、議員の方々からのご賛同も得て、そのご可決をいただいた予算であります。しっかりと漁協をはじめ、最上町さん、また船形町さんの関係者の方々とこれからも十分に話し合いを していくことが大事だというふうに思っております。じゃあ、やはりその説明をしていくことで、その漁協の改めてこう得ていくという方針ということですよね。そうですね。そして、前向きにやはりお互いに意見交換、私は喧嘩というようなことではなくてですね、争い事ではありませんので、流域住民の安全安心、そして、内水面漁業振興ということが大事でありますので、お互いに力を合わせて、いろんな課題があって、それをどうやって克服していくかというような建設的な意見というものをお互いに出し合いながら、課題というものを克服していく、そういう方向が望ましいというふうに考えております。はい、はい、それでは、はい、どうぞ。知事さん、読売新聞の宮本です。おはようございます。関連なんですけれども、今知事のお話の中で、シンポジウムについても、地域住民を、地域のことを最も知っている人たち同士が信頼関係を気づいて前向きに進めていくことが大事だということをおっしゃって、シンポジウムもしないお考えを示されました。で、平行線についても、の状態についても、十分に話し合いを進めていくことが大事だというふうにおっしゃられましたけれども、シンポジウムの開催を主張された漁協の理事の方は、こんなことを言ってるんですね。最終的には、自分たちは決断をどちらかに決めなければいけないと、そのために意見を交わす場が欲しいという、これ切実な彼らの悩みが表れた思いだと思うんですけれども、一回その漁協が今求めている河川改修によるダムによらない治水対策と、県が進めているダムによる治水対策という、この2つが平行線をたどっている中で、何とかして決断をしなきゃいけないと、そのためにもう一回深く考える場所が欲しいという、そういうのが一番の思いなようなんですけれども、そのようなですね、漁協の中の一部の思いについて、どういうふうにお考えでしょうかね。はい、そうですね、そういう思いを持っていることに対してはしっかりと受け止めてですね、しっかりできる限り対応していくのが大事だというふうに思っております。ただ20年ぐらい前からの問題でありますし、また何年もかけてですね、さまざまなことをやってきております。そのいろいろな疑問、また不明点というようなことに対するお答えもできるかと思うんですね。ですから今までやってきたことたくさんありますので、そのことを疑問、不明点、わからない点、いろいろお聞きして、それにきちんとお答えする、これまでこうやってきたことがありますので、何もやらないということではなくて、実にいろいろなことをやってきました。そのことをお話しすることで、率直にですね、疑問を出していただいて、それに対してお答えするという形で、かなりのことがその思いに応えることができるのではないかというふうに思っているところです。ですから、その努力は思い